リモ姉さん、どうしたんじゃ？解毒で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？何？あの体から出てるのは？汚れじゃ、こりゃ限界じゃのう。ゴーマ病！宿屋の人まで突然どうして？ゴーマ化だ。汚れが溢れた。汚れ、村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです？まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマが大麻師どもを足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていて、とっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。わかった。モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた、精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実、下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの件を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか？私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。
間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れが溢れればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情、人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったがな。なんで急に見えるようになったんだ？人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが同じように降臨の日を境に精霊まで人間に見えるようになり、大量の対魔師が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも病気でなければ村人が一斉にゴーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は七つの口で汚れを食って、クーマは人が出す汚れを吸収してカノ主に送る。なのに僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いな。そう、吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。ねえ、どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす。カノ主の力をそぎ覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。やらなきゃアルトリウスを殺せない。現に恐ろしき女やな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなるとやっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。人とゴーマの違いは。エレノアだよ。元気出して。エレノア、エレノアのお母さんもずっと見てるよ。はい、その通りですね。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。
あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊が傲慢化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人と傲慢で溢れていた。それにメルキオルは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ごめんと。つまりエレノワが汚れたらライフセット、アイゼンが言ってた器が壊れたらって汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。ピュアピュアな大魔師のお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。第4種管理地区の島から逃げてきたという密漁者を沖合で助けてやったんだよ。そいつどこぞの料理人に頼まれてその島に住んでる珍しい狼を狩りに行ったらしいんだけど、島には狼どころか動物の姿なんてどこにもなかったって。なんでそいつが逃げなきゃならなかったんだ。何もいないはずなのに獣の叫び声が島中に響いて怖くなって船に戻ったら積んであった食料が食い荒らされてて船が傷だらけになってたんだってさ。慌てて逃げたらしいけど出航してすぐに船が沈んじまったそうだ。ほう、人間を手玉に取るような賢くて荒っぽい獣がいるってわけだな。おそらくな。後から聞いたんだがその島では大魔師が何人も命を落としてるらしい。行くつもりなら十分注意した方がいいぜ。副長、警視庁のボスからシルフもどきが届いたよ。依頼があるからローグレスまで来いって言ってるけどどうしますか。行くわ。離宮にいた奴がクーマかどうか確かめる必要があるし。だな。それに警視庁なら他のクーマの情報を持っているかもしれん。ローグレスへ向かうぞ。出航の準備だ。いつでも出られるってのは。探索船。私から母を奪ったゴーマ、私が守ったクーマ、私はどうしたいの。あっ、綺麗。エレノは時々眺めてるね。お母さん、大切な人がくれた宝物です。これを見ると勇気が湧いてくるの。モアナも見る？見る！どうしたの？怖い！モアナの顔怖いよ。あ、やだ！こんなのやだよ！お母さんにも嫌われちゃう！おかえり。あの時の私も同じように泣いていた。モアナ、見て。すごい傷。どうしたの？大きくて怖い傷でしょ。
私の体にも怖いところはあります。モアナは私が怖い？怖くないよ。それより大丈夫？痛くないの？ありがとう。全然平気よ。エレノアはモアナのこと怖くないの？私を心配してくれる優しいあなたを誰が怖いなんて思うものですか。お母さんも私もライフセットも。だからもう泣かないで。うん。その傷はゴーマに？ええ、子供の頃村を襲われて怪我をして動けなくなった私を母が自分をおとりにして逃がしてくれたんです。お母さんは？強く生きて、それが最後の言葉でした。グリモワールの古文書解読が進んだわ。デッキまで来て。顔が赤いけどどうしたの？何でもありません。なんか怪しい。何でもないってば。数え歌の二段目覚えてる？四つの聖書に裂かれてもミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる、灰色の月の日露を望み。そう、それについて話しとかなきゃと思って集まってもらったわけ。選ばれし者によってカノヌシとクーマが蘇るって解釈したわよね。どうにも生え変わるが引っかかるのよね。で、少し考え方を変えてみた。カノヌシに選ばれた誰かがクーマを作るのではなく、カノムシがクーマになる誰かを選ぶとしたら。え、ミーツに通じる人あらば、フマのクーマは生え変わる。ここはどう読める？カノムシの力に適合した人間がクーマに生まれ変わる。モアナ、聖霊は人間をクーマに作り変える方法を得て実践してるってわけか。そんな驚くこと？子よりも善、それがアルトリウスのやり方でしょ。アルトリウス、しかも生え変わるではなく、あえて生え変わると書かれている。生え変わると生え変わるの2つの意味が込められていると読み解けるのよ。クーマは生まれ変わる、それなら不滅という意味が通じる。どうやら善よりも子を優先してモアナを殺さなくて正解じゃったようじゃな。殺さないじゃない、カノ主の覚醒を阻止するためにはクーマは殺せない。殺したら別の適合者がクーマに生まれ変わるということだろう。けど汚れを食らう口は7つ、クーマの数は決まっているらしい。殺さなければ次は生まれない。そうだ、つまり俺たちは7体のクーマを地脈点から引き剥がした上で、聖霊に奪還も殺害もされないよう守らねばならん。難易度高すぎじゃろ。僕の虫も守らないと。ああ、ますます大事に扱えよ。うん、ますます。しかし、こうなってくるとアジトが欲しいな。アイゼン、秘密基地とかはないのか？男のロマンだが、ない。人知れない場所で、かつ安定した食事を供給できる汚れに満ちた場所。人気がないのに汚れに満ちた場所か。難儀なトンチ問題じゃの。聖霊が管理するこの大陸に、そんな都合のいい場所なんて。こうしてる間にもカノヌシは覚醒し続けてる。アジトを探しながら残りのクーマを集めるしかないわ。まずはローグレスよ。
おやじ、水と食い物をありったけくれ。バカ野郎、こっちが先だ。3日も漂流しちまって死ぬとこだったんだ。日頃の行いが悪いからだ。ざまあねえな。なんだと、やんのか。やかましい。騒ぐ前にどっちもツケを払いやがれ。なんかすごい。船乗りには短気なのが多いだけよ。怖がらなくていいわ。おい、どういうことだよ。どうしたの。ボラード漁を上乗せしてきやがったんだ。おお、いい度胸だな。そりゃあなた方のボラードを受ける男ですから。だが一級手配の海賊団だけでなく特級手配犯までかくまうとは承知していない。追加分には別料金を請求するのが筋でしょ。確かにそうだな。ベンウィック、いい値で払ってやる。えい、副長も船長も厄介な奴に甘いんだから。さすがアイゼン副長、今後ともご贔屓に。迷惑をかけたような。想定のうちだ。気にするな。短期じゃない船乗りもいるということだ。覚えておくわ。いつになったら開門要塞の通行許可が出るんだろうな。いちいち遠回りしなきゃならねえから不便で仕方ねえ。勝手に海に門なんか作ったくせには、せめてちゃんと行き来はさせろってんだよな。気持ちはわかるが、手強いゴーマどもが暴れてて開門の修理なんかに手が回らないのかもな。ほら、フェラビーサを荒らしたゴーマってのはまだ捕まってないって言うだろ。捕まってないぜ、ここにいるからな。俺が聞いた話じゃ、開門要塞をぶっ壊したのも、王都の大司祭を殺したのも、そのゴーマらしいぞ。なんだって、マジかよ。つうかよ、大司祭って殺されたのか。ああ、怪我したとか病気とかって言われてるが、実はそういうことらしいんだよ。そりゃ開門どころじゃねえな。清涼には早いところ、そのバケモンみたいなゴーマをぶっ潰してもらわねえとな。ずいぶんわしらの評判も広まってきておるな。今頃懸賞金がかけられてるかもね。おひれはひれがついて化け物扱いされ始めてる気もするがな。誤解してもらった方が動きやすいわ。町が混乱するのは好都合よ。よし、整備終了。次は甲板から船倉までピカピカに磨くぞ。ずいぶん念入りね。当たり前だ。バンエルティア号は俺たちの家であり武器であり誇りだからな。今更だけど変わった形の船よね。こいつの正体は12年前王国が最高の技術を投入して作った外洋強行調査船だからな。この不思議な形状は異大陸の技術を知る技師が設計に関わってたせいらしいぜ。けど処女航海で原因不明の大事故が連続して、船長と船長代理と船長代理代行が死んでな、不吉な船として危うく廃船になるところをうちの船長がかっぱらったんだ。アイフリードはなんでそんな船を。異大陸まで行ける強力な船が欲しかったってのもあるが、何より面白そうだからって言ってた。いや、嵐に追いかけられるわ、氷山とぶつかるわ、謎の大クジラに襲われるわ、面白すぎだったぜ。3年前副長の姿が見えるようになって腑に落ちたが、まさか本当に死神が取り付いてたとはな。呆れた。船長と副長が揃って疫病神ってことじゃない。付き合わされる部下はたまったもんじゃないわね。誰も付き合わされちゃいねえよ。俺たちは皆船長と副長がどういう人間か承知の上で付き合ってるんだ。
うちの海賊団は抜けるのも自由。全員自分の意思でこの船に乗って海賊をやってるんだ。冒険を楽しむやつ、悪運を試すやつ、死に場所を探すやつ、いろんなろくでなしの集まりだが、死に際に後悔や恨み事を残したやつは一人もいない。あんたたちには協力するが、そこんとこを間違えちゃいけねえぜ。分かったわ。呆れた連中だろ。バンエルティア号の事故はやっぱりあんたの力？そうだ。俺は死神の呪いを解く方法を探して長い旅を続けていた。だがこの大陸では手がかりすら見つからず、異大陸に渡ろうと考えた。それで新型の船に乗ったのね。バンエルティア号は樹齢千年を超えるウキウキで作られていてな、器にできたんだ。結局大事故を起こしちまったがな。で、アイフリードが船を奪った。あんたがいるのを承知で？ああ、あいつはそこそこの霊能力を持っていたからな。もっとも最初は俺を単に影が薄くて目つきの悪い新入りだと思っていたらしいが。死神も刀しね。全く同意だが、実際見えていようがいまいが、奴らは何も変わらなかった。俺は俺が呼び寄せる不幸と全力で戦った。アイフリードたちと力を合わせて、そしてとうとう異大陸までの航海を果たすことができたんだ。異大陸でも見つからなかったの？呪いを解く方法。わからん。探さなかったからな。そのために行ったのに？俺は死神のまま生きると決めたんだ。呆れた海賊たちが俺に生きている実感を、仲間と夢を追う喜びを教えてくれたからな。決死鳥、王国の陰で暗躍するという闇組織。でも噂ばかりで声量も実態を捉えきれていない。あなたたちはそんな集団ともつながっていたのですね。狭くて暗い裏世界、声は聞こえど影奉仕、顔は見えねど紙一重というところじゃ。以前ギデオン大司祭を襲ったのも彼らの手引きですか？ああ、警視庁が大司祭の始末を持ちかけてきたんだ。アルトリウスの居場所の情報と交換で受けたのよ。情報？それだけのために暗殺をしようとしたのですか？ねえ、世界を滑る同志の情報よ。悪い取引じゃないわ。互いの利害が一致すれば手を組む、それだけのことだ。裏の人間らしい考え方ですね。でも警視庁は大司祭のせいで町の人に被害が出ているのを知ってたんだよ。それで確かにネクターの件は教会に非があります。それにしても警視庁は噂以上の情報も持っているようです。ミザの結界のことも知ってたしな。ベルベットの鳩真似のこともな。ちょっしつこいわよ。鳩真似？何のことです？僕は知らない。王都の検問近くに鳩がいたの、それだけ。はあ、そうそう、あれは黒くて胸の大きな鳩じゃった。ポッポー、黒くて胸の大きな鳩。裏の社会の暗号か何かでしょうか。